の観念名番みてえだな。援軍到着まで何としても耐え抜きます。まずは本陣付近の敵を掃討してください。こういう戦も燃えるってもんよ。さあ派手に暴れてやるぞ。行くぜ。攻略目標は決まった。進め。定まった。俺を信じてついてくるといい。たまんねえな。本作の兵糧はあとわずか。援軍が来るまで持つかどうか心配していても兵糧は増えないぞ。今は本陣の守備に集中しろ。私らも一緒に動くよ。私も見習わなければ。行くぜ。その首もらい受ける。いざ行くぜ。行くぜ。ほら強い何と囲んでも無駄よ。我慢できない。この本陣を一気に陥落させられる。孫成殿が伊賀伏兵に襲われたようです。行くぜ。急いで救援に向かいましょう。行くぜ。ほら、そら、なんという武勇。そら、よっしゃ。おっと、敵将我慢できない。止めたぜ。あなたも一緒に葬ってあげる。できたぜ。将校殿に続こうか。さあ、それ家計部隊出番だ。行くぜ。ほら、すっかり目詰めたぜ。家計なんざ絶対やらせるもんかよ。
るもの、常に一手先を読むものよ。みんな動き出すようだね。私らも一緒に動くよ。私も見習わなければ。家計部隊が相当できたようですね。これで本陣が燃えることはないでしょう。上皇殿、お待たせした。宗主公、今日は五軍を貫く矛とならん。なんとに敵の増援が来たようです。これで三方から囲まれてしまいました。東の跳ね橋を上げるんだよ。それで敵の進軍路は一つ潰れるぞ。そりゃそりゃ、跳ね橋を上げに来ただが、いや、おいらが追っ払ってやるぞ。よし、跳ね橋を上げてくれ。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。我らの背には雄大な大河があると思え。
今よ背水の陣を敷く。な少年は守りきった暁には祝杯を振る舞ってやろう。奴らなんかに負けるかってんだ。うん、ごめん。まだ悪あがきをやめぬか。ならば我らが押しつぶすまでよ。敵はもはや虫の息よ。とどめを刺す。まで力を振り絞るぞ。修善様、修善様がそうおっしゃるなら、よし、俺らの根性を義に見せてやります。その勇士に惚れ込みそうですか。できる。ああ、この俺が相手だ。
標は決まった。進め！惚れ込みそうですゾロ。不器用な策だな。ゾロ受けていただこう。我慢できねえ。オーラ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 か。ゾロ行くぜ。オトローであると教えてやる。オラ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 
たどり着くとは褒めるしかないな。うまく引きが通しすぎてきたぜ。なんとか魏軍を撃退できましたね。この勝利、皆さんの奮戦の賜物です。よっしゃ、敵将、仕留めたぜ。